で、あの、警察が仕事きついのは当たり前です。ただ、その、他の仕事と違って、あの、やりがいが強いんですよね。要はその、困ってる人を助けて、で、ありがとうって言われて、お金がもらえるんですよ。 あの、基本仕事って、大体あの、お金をもらう側がありがとうって言うんですよ。だからその、お店に行ったら、その、コンビニで物を買った時、店員さんがありがとうって言うじゃないですか。でも、警察官の場合って、その、何かじゃあ泥棒に盗まれました。泥棒を見つけました。っていう時に、その、じゃあ泥棒から盗まれた人がありがとうって言ったりとか、その、なんかあの、暴漢に襲われてるみたいな人が、まあ、たまたまいたとして、じゃあそれを止めました。で、警察官で逮捕しましたって言うと、そのなんか殴られてる人がありがとうって言ったりってあるので、なのでその、まずその、ありがとうって言われる仕事であるっていうのと、あとその、基本人に感謝される仕事だし、あとその、 ま、人の、その、生きる上での見本にならなきゃいけない仕事っていうのもあるので、あの、子供人気めっちゃ高いんですよね。なので、あの、お父さん何の仕事とかで警察官って言うと、すごいってなったりするので、なので、あの、普通にその,じああの、じゃあ、あの、じゃあ、どっかのマンション住みますとかで、じゃあ、その、マンションで子供ができて、で、その中でこう、保育園でなんかママ友ヒエラルキーみたいなのが出てきたりするんですけど、で、その時に、家警察官っていうと、一目置かれたりするわけですよ。 なんかあの聞いたこともないような仕事とか、なんか、父親 YouTuber とかだと、けって感じになるんですけど、やっぱりその警察官ですって言うと、まずローン組むのは確実に取りますと。 なんか例えばじゃあマンション買い回すっていう時に YouTuber ですとかだとローンも取らないし賃貸も取らなかったりするんですけどその職業 YouTuber って書くとなんかあの不安定かもしれないし頭おかしいことやるかもしれないから俺の家住ませたくねえなるんですけど警察官だと100%パー取ります。であのローン組みたいって言っても銀行も警察官だったらお金がしますってなるのでなのであの人生がその要はその体力的にはきついかもしれないけど精神的な問題だったりお金的な問題っていうのはもうちゃんと離れてる限りは特に発生することはないのであの民間だと働いてるといきなり会社なくなったりするんですよね。 あの、まあ、昔、山市証券っていう、あの、証券会社があって、四大証券って言われたんですよ。野村証券とかみたいな感じで、要はその、証券会社といえばこの四つだよねっていう中の一個の山市証券が、あの、潰れたんですけど、潰れた瞬間を社員がいつしたかというと、テレビのニュースを見て知るんですよね。 いや、その、会社が、なんか、山市最近危ないよねっていうのは言われてたんですけど、その、記者会見をしますって言って、山市の社長とか言ってきて、おお、なんか社長出てんじゃんって言って、こう、職場でみんなこう、あの、テレビを見てる段階で、山市証券潰れますって社長が言って、こう、社員がみんな、ええーって驚いて潰れたっていう。っていうぐらいで、突然明日から会社ないとかあるんですよ。で、それに比べると、警察明日からなくなるとかマジないじゃないですか。多分警察が、その、警察官が失業するときって多分日本なくなってるんで。なので、あの、生活の安定性っていう上でも、あの、割と安定してる会社なので、まず嫁さんが来やすい。 いやその、あの、明日、明日くなるかもわからんか社らと比べると、警察官って言ったら、ま、一食いっぱい売れないでしょって言っ正感も強いしっていうのがあるので。なので、その、親としては、その、辛い、子供が辛いって言ってるのが気になるかもしれないですけど、あの、ちゃんとメリットもあって自分が警察官を選んだっていう人だと思うので、なので、お子さんの選択を信じてあげればいいんじゃないかなと思います。